いや、どうも、あ、今日は忙しいとこ、西麻布の我が宮居場でいただきました。ありがとうございます。僕は、猪瀬さんとこうやってお話しするの多分初めてなんじゃないですか。取材でちょっとお話したことあるんで。東京マラソンの時ちょっとあったぐらいか。はい、ご本の方にも、はい、読ませていただきましたけど。はい、ありがとうございます。6時間、僕ね、6時間40分で東京マラソン走って。6時間40分ってほぼギリですからね。7時間だから。7時間ですから。じゃあもう本当に関門終われ終われですね。石原慎太郎さんってさ、はい、で僕がゴールついたら涙流してるのよ。あ、面白いんだよ。だからね、みんなギリと違うでしょ、あれね。でもやっぱりね、あの東京マラソンもね、うん、のことで言うんであれば、うん、うちの父親が、お父さんね、あんなにね、すっごいみんな感謝してるよ。あまたその日本のアマチュアランナーが東京マラソンができたことをどれだけ感謝してるか、わかる？って言ったら、うちの親父が、うん、あ、そう、あ、別に、うん、関係ない。要するに、うちの父親って、うん、その自分がなんかやったとかやらないとかじゃなくて、うん、通り過ぎてしまったことに全然興味がないんですよ。だから、こう、僕もその、フジテレビで結構取材で、うん、その、うん、都知事としての親父を東京マラソンで取材に行ったんだけど、うん、その、こう、ゆっくり最後に走ってくるランナーとか、うん、そういうなんかこう、頑張って最後にランナーするには興味があるんだけど、うんうん、東京マラソンを自分が作ったとか、うん、それからなんかこう、なんていうのかな、そういう、その場のその、パッとに感動することはあるかもしれないけど、うん、ないんですよ。だから、東京マラソンって、これ本当にやっぱり皆さん知らないだろうけど、東京マラソンが できたおかげで、うん、大阪マラソンもできるし、うん、京都マラソンもできるし、全国に約束全部できるよ。そう、それは、もうその、なんでお前東京でやれることが、うん、このうちの町でできないんだって、みんな、その役所なり警察署なりが言われて、うん、東京がやれるのにうちの町の規模でできないわけないだろうってことで、それで日本中にその市民マラソンが広がったんですよ。そうだね。うん、いや、僕だから、この本にも書いたけどさ、うん、石原慎太郎さんは、その7時間、時間制限7時間だよね。うん、はい、あれ、交通解除してからいけない規制をね。だから7時間。で、7時間でギリギリ6時間59分50秒ぐらいで入ってくるやつが最後だから。うん、そういうやつに俺は感動するんだって彼は、まあこの本でも言ってるけどね。これそうですよ。大阪だったらおばちゃんがバーン溶けて走ってきますからね。1秒2秒関係ないって抜けてきますからね。うるさいな、チャーンつってね。まあだからまあそういう意味では自分で発明したわけです、それは。発明してやるって言ったらもうそこ決めたらもう本人はそれでいいわけだから。で、まあ、この本でまあ多分今日そのお話をすることになったのは、うん、その文学者じゃないかと、石原慎太郎はっていうことで。僕はまあ作家石原慎太郎っていうところをね、みんなね、石原さんほら、いろんな暴言を吐いたりするってね、器用暴言が多いけど、で、まあ政治家として有名だったけど、本当は作家なんだよっていうところはね、やっぱ東京マラソン思いつくこともやっぱりアイデアをいろいろ出てくるのは作家だから出てくるんで、で、本当は作家なんですよってところをね、皆さん光を当ててないので、僕はその作家だったっていうことの意味をね、光を当てておこうと思って、まあ、一周期までに間に合いすると思って書いてあるんですけどね。僕はでも、うん、石原慎太郎が政治家だって思ったことってあんまりないんですよ。うん、で、その、まあ、政治家の家の子供だから、うん、その選挙を手伝ったりなんか、まあ、昔からしたいこともありますけども、うん、でもうちの父親は政治家じゃないなってずっとどっかで思ってて、うん、だから、うん、みんながわーってやってるこの人たち大丈夫なのかなって、うちの親父のこと分かってんのかなって応援したら、まあ、大変なことになるとは思わないけども、応援したら応援したこの人がなんかやりたいことやらかしますよと、それを込みで応援してないとその辺では頑張ってくださいじゃ済まないですよっていう感じはしたんですよ。うん、だから、いや、それはね、だから何するか分かんないところがなきゃダメなんだよ。はい、要はそこなんだよね。だから、勝ち敏乱者っていう言葉を使ってるじゃない。はい、これは僕の本で説明してるけど、はい、太陽の季節でデビューして、まあ、23歳でデビューして、その時に三島由紀夫が30歳ぐらいでも巨匠なんだよね。はい、巨匠で三島由紀夫と対立する。うん、そしたら、三島由紀夫が石原慎太郎に向かって、君は、道徳敏乱者だねって言ったんだよね。うん、太陽の季節なんかで障子で穴開けたりするから、道徳敏乱者だよ。うん、った時に石原慎太郎言われて、あ、敏乱者って言葉知らないからね、普通。うん、我々だって普通。僕も読んで最初読めませんじゃん。銃引きましたら何だろうと思って。だからそれはやっぱり三島由紀夫ってのは語彙が豊富だから、うん、ピタッと道徳敏乱者だねってこう言うわけよね。うん、その敏乱者って言葉を石原慎太郎が初めて聞いて、確かに敏乱か、書きましたり、いろいろね、することだよね。
で、待てよ、だけど俺道徳だけ敏乱したんじゃないよと。俺が敏乱したのは価値だと。要するに世の中が常識だと思われていることをひっくり返そうとしてるんだっていう、そういうことで価値敏乱者って言い換えるんだよね、後で。で、価値敏乱者の光栄って言って自分はそういうので生きていくんだということを宣言するっていう。今、石原慎太郎が政治をやったと言ったけど、何するか分かんない人っていうところが正解だと思うんだよね。うん、まあでも、だから僕はこう、そういう政治家であり、その言葉をでもね、政治家っていうのは言葉をちゃんと喋って、自分が何をやりたいかってことを言葉で表さないと伝わらない。うん、そういう意味では、ね、言語、ね、意味不明瞭っていう、うん、日本は最初を良しとしてたところから始まって。今の岸田さんもそうだけどね。だけど、その、うちの親父はやっぱり言葉を大事にしましたよね。うん、で、あれからじゃないですかね、少しその政治家の言葉が重みを持つようになったのは、うん、あの、ちゃんと政治家って喋らなくてもいいっていう変な時代がずっと続いてたじゃないかと。腹芸とかね、いろんな言い方があるけど。その中でやっぱり言葉を大事にするっていうことをやり始めたのはうちの父親かなって気もするんですけど、うん、ただやっぱりまあ僕はやっぱりなんとなく、政治家というよりは、僕は文学者として見て、じゃあそこでね、うん、君あれ読んだかね、これ読んだかね、これ読んだかねって言われると、もうほとんど読んでないから。あれ、吉住さんは何年生まれたんですか？僕は昭和37年の1月です。1962年ですね。はい。そうすると石原慎太郎さんはもう1956年にデビューしてますから、うん、デビューしてば、だいぶ経ってから、まあ、7、8年経ってから生まれてるってことかな。まあ、だから、世の中的には、その、デビューしてから、その後すぐ石原裕次郎が映画に、まあ、この本にも、映画にデビューして、二人でその、世の中がダダダダダって動かしていった、後ですよね、うん、僕が生まれたのは。うん、そうだね。で、僕が、あれ、野茂さんは、32年です。32年ということは、57年か。57年の4月ですから。だから、野茂さんと吉住さんの間が、何歳空いてるかな？ 5年違うんです。だから、そことは全然その理解度が違うと思うし、うん、だから僕が物心ついた時は今でも覚えてますけど、うん、もうその、政治家石原慎太郎が誕生する参議院議員選挙に出た。あれはね、1968年で300万票とか言って大騒ぎになったんだけど、はいはい、吉住さんはその時に、小学校。1年生です。1年生。で、その時に石原慎太郎、石原慎太郎って自分の親父の名前を連呼して、その、ちっちゃいバンが走っていくのは結構恥ずかしかったっていうのだけは覚えてるんですよ。でも、それぐらいで、じゃあ何のために何とか、それが作家であった人間が政治家に転出するとか、うん、そういう記憶はないんですよね。うん、だから僕の記憶の中でやっぱり、見てきたのは石原、政治家石原慎太郎、うん。だけど、まあ、その中で、こう僕がこう、こう見てる中でやっぱりこの人はでも普通政治家ではないだ、うん、あの政治家ではない。だから僕この間あの去年お別れの会の時に、うん、どうやったら、うん、その、文学者っていうか作家石原慎太郎の会になるべくしたいなっていう、うんうん、あの展示はそういう風な展示だったよね、うん、なるべくそういう風にしたいと、うん、でももちろんその政治家の方もいらっしゃる、ね、本が全部ずっとあってそれからアートがね、うん、絵がいっぱいあってあのだからいい展示だったと思いますよね。だからね。てかね、逆にね、政治家がね、亡くなってもね、あんまり展示することないんだよね。つまり、だから。まあ、そうでしょう、ね。いや、だからそういうことなんだ。結局、政治家っていうのは。政治家が死んだからって展示物ってないやん。そうなんだよ。だからそういう意味で、やっぱりそれは作家であって、政治部やりましたと。いろんなことやりましたっていう、マルチな才能があったということだと思うけどね。ですから、その、こう、仕事場みたいなものにちょっとこだわって、うんその居抜きでね、うん、机とかをこう展示させてもらったりしたんですよね、うんうんうん、でやっぱりあれが政治家机とかいろいろ置いてあってね、とこうそれこそこういうちょっと古臭いパソコンとかもあったりして、ね、あれワープロです。うちの親父はワープロだった、ね、死ぬまでワープロ売ってましたから、でこのこういうその何雑然と資料が並んでてっていう、うん、あの感じっていうのは非常にできたと。でも僕今日びっくりしましたよ。ここすごいですね。ここすごいよ。全部書斎が見る。いや、書斎というか、本棚、あれ何メートルなんですか、高さ。10メートル。すごいですね。そう。あの、横にダーって本棚が、本が並んでるのは、これ図書館でみんなわかりますけど、縦に本がダーって10メートル並んでるのは初めて見ました。まあ、それ、螺旋階段から取るようになってる、ね。そう。いや、もう初めて見ました。でもね、僕、うん、うちのやっぱり父親がやっぱり、でっかい書庫を持ってた。あれ、寿司に家作ったの何歳の時あれは。
とね、昭和41年ですからね、僕がギリギリ。まだ幼稚園ぐらいの時。幼稚園ですね。年少、うん、年中ぐらい。その頃、寿司でっかい絵作ったんでしょ？で、そこにやっぱり大きな書庫を作って、うんうん、だからその本が並んでる感じって、うん、今日ちょっと懐かしく。思い出した。はい、いや、本当はこうやって並んでたなぁと思って。なんかさ、この本昔出たよね。これいつ出たんだっけかな。これはもう20年ぐらい前ですね。20年ぐらい。石原家の人々っていう本でね、これね。うん、この中で面白かったのが、そんなでっかい家作って、自分中心に書斎作って、子供部屋なかったっていう。そうです。考えてないんだ、子供部屋なんて。だから、あれですよ。寝室一番。で、親父と袋ケース寝てるからね。うん、ね寝室、うん。で、でっかい書庫。うん、で、その後ろに、アトリエの、アトリエ部屋。うん。絵描くから。絵描くから。アトリエ部屋。うん、で、で、1階に、子供が入っちゃいけない、でっかい客間。うん。パーティーやるような。でっかい客間、うん、で、大体親父のスペースが家の、まあ、半分以上、あと家の3分の1階段。うちの親父階段好きなんですよ。バーン真っ直ぐな階段で、その残りのそのなんか3分の1の6分の1ぐらいのところにみんなでガチャガチャいて、うん、で4人兄弟、もう子供、一番下の子が兄弟がお腹になった4段も、ね、もうお腹にいたのにかかわらず子供部屋1つ、うん、まあまあ当時はね、子供部屋が一人一人って時代じゃない。まあ贅沢な時代ではないけども、でもまあ4人男の子が、ワンパク坊主が4人いれば、それぞれ部屋ないとダメだよね。それでその次に作ったのは何だか知ってます？いや。地下の遊び部屋。意味わかんないでしょ？地下掘って、自分。わざわざ作ったっけ？作ったんですよ。それ何を使う部屋なの？遊び部屋って。家の女は入っちゃいけない遊び部屋。何やるところに。よからぬことでしょうね。だいたい地下室に、玄関の近くに地下室作った人間はだいたいろくなことをしてませんよね。家の横に作ることはねえよな。作りましたね。変わったね。変わったね。確かに。